イエス、エッチャンネル、皆様こんにちは、高瀬悦子です。今日はですね、ヒアルロン酸の治療をご希望にいらしてくださったモニターさんと治療させていただきたいと思います。いかがですか？嬉しくて涙が出てだいぶね、綺麗になりましたね。ここの笑った時のね、段もね、うるうるしたうるうるしたねえ、すごい良くなったねえ。まずですね、今のお悩みをお聞かせいただきたいんですけれども。はい、頬骨が張ってしまっていて、うん、ちょっと疲れて見えてしまうことが悩みです。はい、そうですね。頬のね、張りがある方がね、こう年をね重ねていくとね、若々しく見えるところではあるんですけれども、以前ね、エラブトップスをね何回か単位でされたっていうことが、先ほど伺いまして、何回ぐらい全部でされたんですかね？10回以上ですか？はい、まあ、10回以上されたっていうことで、かなり上の方の筋肉まで、痩せてきてしまっているので、かなりねこけた感じ、痩せた印象があるので、それによってね、逆に頬骨の張りが目立ってしまうっていうことが今起きてるかなと思います。顔をね、小さく見せたいという気持ちはとってもわかるんですけれども、やっぱりこの影ができるところは上手に消してあげた方が柔らかい印象になって若々しい印象になりますので、エラボトックスちょっとたくさんしてこけてしまったところに少しヒアルロン酸を入れてリフトアップさせながら、あとこの頬骨のね張りが目立つ理由っていうのは、このこめかみが痩せてきてしまっていて、ここがくぼんで突然ここが高くなるので、すごく頬骨が強調されてね見えてしまうんですけれども、こめかみにも少しヒアルロン酸を入れて、痩せてる部分ですね入れてあげて、ここをちょっとふわっと柔らかい印象にしてあげると、頬骨の張りが逆に目立たなくなって、ヒアルロン酸ってなんかこう物を入れるので顔が大きくなってしまうっていう心配される方とっても多いんですけれども、適切な場所に適切な本数入れてあげると、こう柔らかさが出て若々しさが出ますので、こう私的にはね、くぼみ目もちょっと気になるんですけれども、くぼみ目はねまだちょっと怖いわっておっしゃいましたので、今日そこはね治療せずに柔らかさを出すっていうことをしていきたいと思います。お写真なんですけどね、やっぱり、ね、斜めってご自分で見ること少ないと思うんですけれども、斜めの写真で見るとやっぱりね、ここがちょっとゲソッとねこけてしまって、お筋が入って見えてね、痩せ感が強く出てしまいますので、このあたりをねちょっと埋めていきながら、目の下のクマもね直して、この影ですね、ここをちょっとふわっと入れていきたいと思います。気分悪くなりがちなんですけど、うん、大丈夫？ああ、よかったです。緊張するとね、ちょっとねドキドキしちゃいますもんね。先生が優しいから。ここの、痩せてたとこね、すごいゲソって結構こけてたところを少し埋めました、はい、で、そんなに顔大きくは見えないように入れてあるので、ただここがベコーってくぼんでたところがやっぱりない方が綺麗なので、こっちはまたベコーってくぼんでて、でこっちはねちょっとふわっとね、ベコーからねちょっと入れました。で少しここ入れてあげるとね、リフトアップ効果もあるので、お口元が気になってたっていうことなので、ここのね、ほうれい線のところと、ここも少しだけ入れて、浅くしてあります。ただね、この目の下の脂肪がね、結構大きいから、ここに山が結構高いので、全部消すことはちょっと難しいんですけれども、今ちょっと目立ちにくく、してあります。ちょっと良くなった。はい。ね、で、残りぐらい見ながら、バランス取っていきますけど、今片側を仕上げた段階で、ちょっとキュッと上がってですね、浅くしてますので、はい、反対側行きます。ちょっとベビーコラーゲンをね、上の層に、下に、ヒアルロン酸を深いところに入れて、ちょっと持ち上げておいて、浅い層にベビーコラーゲンを入れていきたいと思います。目が
目が開きやすくなった気がする。目が開きやすくなった気がする。うん。このためにもね、ヒアルロン酸入れると、目がね、まぶたが開きやすくなるんですよね。だいぶね、バランス取れたんですけど、この頬のこうバランスで見るとね、ちょっと少しだけ顎出ると、また赤抜け感が出ますので、ちょっと顎にも入れようと思います。いいですね。今で終わりまして、これが治療前のお顔だったんですけれども、ちょっとね、こけた印象で、ちょっと疲れた感じに見えましたね。頬骨、はい、とかは全然触ってなくって、あの目の下の痩せてる感じと、このサイドを埋めて、ちょっとね、このお顔の上顔面、中顔面、下顔面って見たときに、少しあのバランスが悪かったので、ちょっと顎もね、足して、赤抜け感出しました。ね、で疲れた印象だった感じが、柔らかさが出たかなと思いますが、はい。嬉しいです。嬉しいですか、はい、あ、本当ですか、はい、よかったです。来てよかったです。来てよかったですか、はい、ね、あの、YouTube ね、ご覧になって、はい、あの、来てくださって、はい、あの、ちょっとヒアロンさんもね、ちょっと怖いなっていう印象を最初にお持ちだったんですけれども、勇気を持ってね、あの、はい、私のとこ来てくださって、はい、今回ね、モニターを引き受けくださいましたけれども、あの、やっぱりね、あの、痩せてればいいっていうものではなくって、くぼんでるところはね、あの、足してあげて、柔らかさを出してあげることで、若々しさが出てきますので、ヒアルロン酸は5本ですね。はい、5本と、ベビーコラーゲンという形で、はい、あの、させていただいたんですけれども、こう自然な感じでね、ここを埋めてあげてます。だいぶ若返りましたよ。ありがとうございます。ねえ、嬉しいです。目たまにね、ヒアルロン酸入れてあげると、あの、目の開きがね、良くなったりもするんですね。目が開きやすくなったって結構皆さんおっしゃいますので、うん、そういった意味でもね、今回1本、あの、やっぱり1本ぐらいはね、入れてあげるといいかなと思います。針穴がね、少し点々とありますけれども、あの、内出血はほとんどなく、あの、治療することができますので、まあ、ダウンタイムも少ない治療ですので、ぜひね、ご興味ある方、いらしてください。で、あの、ちょっと入れたところに5日間ぐらいは今までなかったところに入りますので、ちょっとドーンってした痛みがね、若干ありますけれども、そんなにズキズキと痛いようなことはないと思いますので、はい、よし見てください。はい。はい。今日はじゃあ、成功って感じですか、はい、大成功です。大成功ですか、はい、ありがとうございました。はい。では今日は、ちょっとね、痩せたコケ感を、あの、ヒアルロン酸で埋めて、優しい感じ、柔らかい感じにしたっていう、モニターの患者様でした。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。